渡辺明王将、37、名人、棋王含め三冠に藤井聡太竜王、19、王位、叡王、棋聖含む四冠が挑む将棋の第70位向けある即敗王将戦。スポーツ日本新聞社、毎日新聞社主催、七番勝負は9日、静岡県掛川市の掛川城にの丸茶室で行われる第1局で開幕する。前日の8日に掛川入りした両者は対局場を見聞後、おのおの記者会見。史上初となった三冠対四冠対決の決戦ムードが高まってきた。円熟のマイスター VS 早熟のマエストロ。日本国中が待ち望む頂上決戦、ついに開幕だ。渡辺見聞と記者会見をやって、いよいよ王将戦が始まるなと感じている。藤井注目されているシリーズ、それにイライられるように頑張りたい。天下分け目の決戦を前にした両雄の背後からはメラメラと揺れるようなオーラが漂っている。東海道新幹線で東と西から掛川入り、駅構内からホテルへ徒歩の移動時はつかず離れず、視線を微妙にそらしながら無言の行進だ。タイトル戦ではよくある光景。市内の大日本報徳社で行われた会見での写真撮影は握手もポーズもなく、シンプルな姿に終始した。これも戦いを控えた猛者同士の最低限のマナーだ。タイトルホルダーの渡辺にとって、掛川はホームに等しい。過去6度の対局は全て制している。いずれも番勝負の行方を左右する開幕局だ。自分にとって、数少ない縁起のいい場所。いいイメージを持って対局に臨めますと胸を張るミスター掛川。番外でのデータを重視しない超現実主義者の渡辺にして好印象を抱くオープナーを迎える。一方で藤井。渡辺の掛川全勝を会見で伝えられると今初めて伺いましたが、あまり嬉しくないことを聞いてしまいましたと即答した。だが、目尻は明らかに下がっている。勝負に影響を与えるほどの実績とは捉えてないのだろう。自分自身は掛川が初めて。フラットな気持ちで戦いたいと軽やかに続けた。4連覇を狙う渡辺は、今季の記念センスにゲート記号、記号。これを見た藤井は即座にギとしたためた。その心は、渡辺王将の戦略に対応して戦術をぶつけたいという意味なんです。ボールは相手に持たせ、一度攻めさせてからカウンターを見舞う。リアクションサッカーのような戦い方だ。開幕を前に、心理面のバトルはすでに始まっている。藤井戦2勝8敗。過去の棋聖戦では2度に渡り屈している渡辺も、手をこま抜いているだけではない。藤井が研究に利用するという深層学習系ソフトを最大限走らせることができる高額なコンピューターを導入したのは有名だ。11月に藤井竜王の挑戦が決まってからは、準備が漠然から具体的に変わった。すごく大きく変わったというのはないが、成果がどれだけ出るか。無責任かもしれないが、それはありますね。対策は万丈だけではない。体調維持のため始めたランニングは極度の寒がりゆえ冬場は控えてきたのだが、ここに来てその封印を解いた。年齢もありますし、走っている間は脳が活性化する。将棋のことも考えながら走ってます。一歩一歩を踏みしめながら、頭脳は打倒、藤井に向けフル回転していたはずだ。シリーズを制すればタイトル通算30期に到達する渡辺。史上最年少挑戦者の藤井は、これまた史上最年少での五冠を狙う。
将棋界の全八冠中、七冠をむさぼり合う両雄の戦いは桶狭間か関ヶ原か、はたまたワーテルローかゲティスバーグか、間違いなく歴史に刻まれる戦いは今日9日、午前9時に幕が開く。我慢せいろう。より非常に小さい光栄は福楽しみファンも興奮より非常に大きい多くの将棋ファンが大一番の行方を見守っている。JR 掛川駅にいた60代男性は、両対局者の掛川入りを見るためだけに浜松市から来たという。5歳から将棋が好きで、藤井先生と渡辺先生のファン。今回見られて光栄ですと話した。クラウドファンディングのリターンで前夜祭に参加した千葉市の30代女性は藤井先生のファンで、明日の清和服も楽しみですと声を弾ませた。より非常に小さい元日紙面反響に感謝スポニチ小菅社長記憶に残る勝負をより非常に OK 掛川グランドホテルで行われた前夜祭には、掛川市の久保田須市長、小菅博人スポーツ日本新聞社社長、佐藤康光日本将棋連盟会長らが出席した。挨拶に立った小菅社長は元旦の紙面で二人には戦国武将の格好をしていただいた。読者から大きな反響があったと感謝を述べぜひ記憶に残る勝負を見せてほしいとエールを送った。